皆さんいつもありがとうございます。塩の香りです。来たる4月の28日、水曜日夕方の4時からですね、初めてのオンラインキャンペーンをさせていただきます。新曲が5月の12日に発売になるんですが、紀ノ国線という和歌山県を走る路線を描いていただいた一曲です。平瀬楽器さんでですね、初めてのチャレンジをさせていただくので、ぜひ皆様お力添えをいただければなと思っております。発売前ですので予約キャンペーンとなっておりますが、ぜひ生歌を皆様にインターネット上ですけれどもお届けしたいと思っております。ドキドキワクワクしております。ぜひ皆さんたくさんのコメントいただきまして、また予約もたくさんしていただければ嬉しいです。この紀ノ国線はすごく愛情深い一曲です。和歌山にいる彼女が大阪にいる彼に会いに行くという幸せ演歌でございます。ぜひ応援よろしくお願いいたします。4月28日です。参加してください。